このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1、玉ねぎ畝を中耕する動画です。この動画は玉ねぎを栽培されている方向けです。玉ねぎの世話をしていると畝間を踏みつけて土壌が硬くなっています。雨が降ると水がたまりカビの発生が多くなります。畝間を管理器で中耕して水はけを良くします。第1章、玉ねぎ圃場と畝間の様子。早稲のソニックと重工、中奥手のネオアースの圃場です。左からソニック、ソニックと純子、中奥手と純子。畝間が岩盤のように硬くなっています。第2章、ソニックの病気の様子。先端が黄色になり病気にかかっているソニック。第3章、管理機で畝間を中耕する。馬力はないが頼りになる管理機です。バイド機がつけていなければ管理機を押さなくても自分で走っていきます。この部分は畝間の幅が少し狭いのでローターでマルチを破いてしまい足でマルチに覆土しています。手前の入り口部分は奥より高いので水分が少なく中耕しても土がゴロゴロのままです。畑が右側に傾斜しているので畝間の左側に断崖ができてしまいます。馬力不足といえどもやはり機械は仕事をしてくれます。第4章、中耕後の様子。いつもこのようなふかふかな状態にしておきたいです。第5章、ソニックの追加収穫。2日前に収穫した30個の玉ねぎがもうなくなってきたので今日も少し収穫します。早く葉が折れてきて収穫適期になってほしいです。
なるべく玉の大きい玉ねぎを収穫したいが、探さないといけません。玉ねぎの葉と根を切る一番手間のかからない方法はあるんだろうか。収穫した玉ねぎを一旦下ろして、一輪車に切った葉と根を入れ、処分を楽にする方法でやってみた。収穫した玉ねぎが少なければ、この方法でも良いかな。今日は30個弱の収穫です。第6章、うねまの中高について。1. うねまを歩くことで知らないうちにうねまが硬くなっています。 2. うねまの中高をサボることで水がたまり、カビの発生が多くなっているかもしれません。 3. もっと頻繁に中高すべきだったと反省しています。 4. 管理器がない場合はスコップで土をスライスするようにすれば柔らかくなります。第7章、コーヒーブレイク。今日のコーヒーはモカブレンドで、最大5に対して酸味が3、苦味が4、コクが5です。そろそろいただき物のコーヒーがなくなってきて、これからはモカブレンドになりそうです。玉ねぎが早く収穫適期になって葉が折れてこないと一気に収穫できないですね。日中の温度が25度近くなってくると、そろそろフライ、タープを張る時期になってきました。健康な体と美味しかったコーヒーに感謝です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。